おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ。俺はインソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか。やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。かつてレミスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔テネブライに来て変化した。カンナギとしてではない大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ昔話興味ある？巨神がさ隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇。停戦協定を結ばず多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように。お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった。陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙ってる？敵の将軍に何を聞いている？前に進み続けなければならない。言ってくれ。